はい、今日もですね、YouTube の視聴者様にご質問いただいております。ダイヤモンドのファイルの400番でバリを出して、ピスラボゲレンデ、こう夏用のゲレンデですね、もう対応可能でしょうかっていうご質問いただいてますので、こちらについてお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。ピスラボ専用の、はい、例えばその鉄板というかその今の金属が貼ってあると思うんですよね。はい、その金属が貼ってあるものでエッジの部分をある程度ダイヤモンド、まあ、400か200みたいなものでこう立てていくっていう、もうバリが出る状態を作っていっても全然いいと思うんですよ、うん。まあ、普通のスノーボードやスキーの話じゃないと思うので、はい、だから普通のスキーやスノーボードだとまず可塑面が焼けてしまうので、はい、ポリエチレンが焼けちゃうっていうか、はい、穴が開いちゃうっていう、うんうん、なのでそれではないということでの話だと思うんですけど、前提として、はい、もちろんピスラボ専用のボードやスキーの方で走られる場合にそれは別にやっていいと思います。うんうんうん、エッジがかかりにくいので、はい、うん、やっぱりそれはエッジを立てる状態でやってもいいかなと思います。あ、エッジがかかりにくいから、うん、あえてバリを出すためにやるってことですか。はい、それはもう、もう全くその何だろうな、スキーとちょっと違う部分が、まあ、ゲレンデと違う部分があって、はい、スキーやスノーボードの操作も違うと思うんですよね。はい、でもそれはそれでそのボードやその、まあ、バランスを取るためにスキーの方に慣れるっていう意味では、うん、まあ、そういうこともやっても、まあ、だからゲレンデ行けばまたちょっと違った操作をしなくちゃいけないんですけど、はい、例えばその金属を裏面、まあ、滑走面に貼り付けてやるという場合はそれはもう硬さも違ってくるので当然、はい、もうレールターンに近いと思うんですよね。レールでターンをするっていう、うん、ボードにしても、はい、こういうだからちょっと操作は違うけどバランスを取るための練習としてはいいと思うんですよね。うんうんうん、まあ、操作の中でだでもゲレンデ行けばまたもう一回、また一からやらなくちゃいけないんですけど、はい、まあ、それはでもバランス取ることは本当に変わらないので、うんうんうん、まあ、ある意味エッジを立ててバリを出した状態でやっていく方がそのレールには乗りやすいということですね、うんうんうん、と思います。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。ホットワックスで失敗しないため板がより走るためのワックスクーがおすすめです。ただいま全国送料無料キャンペーンを実施中です。詳しくは YouTube の説明欄をご覧ください。スキースノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキースノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなどどんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますのでぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければまたその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。スキー・スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へサーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。